次回のもぎたては松山市九谷の旅です、うん、本当に緑が綺麗で、ね、棚田も美しいところなんですが、はい、この地域にはですね、うん、八坂寺だったり浄瑠璃寺といったお寺があるところで、お遍路さんが通るところでもあるんです。そこに根付いているのがお接待の心。地域のお父さんやお母さんがですね、お接待所というものを手作りで作りまして、はい、そこでお接待のために料理を出して、お接待のためにおもてなしをして、お接待のためにある勉強までされております。わかった、英語どうでしょうかね。そんな自然豊かな優しい人々がいっぱいいるところなんですが、ある地域だけ話しかけても何の反応もしてくれない。どうしてだろう、もう顔を覗いても全然反応がないところがありました。一体何なんでしょうか。来週は松山市九谷です。